上空は快晴、緩やかなホーム向かい風コンディションの中でのシリーズ予選最終日の戦い、水面上は8レース予選競争を迎えます。ニュースタイル8レース予選、新入員から1番、2番、3番、4番、6番、5番です。スタートしました。インから1号艇佐々木、4角から4号艇中村かなえ、好スタート、好ダッシュ、出ていく4号艇中村が内3艇を一気に飲み込んでいった。そして2号艇富樫がうまく変わって待っていく、外回って6号艇池田でバックスレッチも4角まくり、一撃は4号艇中村かなえ、リードは2艇審判、2番手は2号艇の富樫、3番手6号艇池田、現在上位は4番2番6番、スタートは正常。1周の2マーク、4号艇中村がトップターン、2番手2号艇富樫踏ん張るか、アウト握ってくる6号艇池田博美、アウト6号艇池田が2号艇富樫をかわしたか、2番手争い外6号艇池田、一定市販リード、3番手2号艇富樫、上位変わって4番6番2番でレース、これから2周の1マークです。注目は2番手争い、おつき気味に回っていく2号艇富樫を、ここも握ってかわしていく6号艇の池田、2号艇富樫ですが少し波に引っかかって交代、上位は4番6番2番462でスリット裏、後方は3号艇1号艇5号艇の順となっています。2周2マーク、先頭で4号艇の中村かなえ、2番手で6号艇池田博美、そして3番手2号艇富樫玲香の上位の体型は4番6番2番462、4番手以降は3号艇1号艇5号艇の順で、6艇が時計前を通ってこれから最終周回の1マークです。角から好ダッシュ、一気にまくっていきました4号艇中村かなえが先頭、最終周回の1マークから最後のバックスレッチ、そして道中の逆転劇は6号艇地元の池田、3番手惜しくも2号艇富樫、上位の体型は4番6番2番3連単の462の図、 29.5 倍となっています。得点率 7.50 で予選が終了します。4号艇の中村かなえ、最終コーナーから最後の直線コース、2番手で6号艇の池田、3番手2号艇富樫、4番6番2番462で8レース予選競争ゴール、1着4番中村かなえがゴールイン、2着で6番の池田、3着で2番の富樫がゴールイン、後方3番深見、1番佐々木、ラストで5番の吉田がゴールイン。